ババアじゃないし。マジで前髪切りたくなっちゃう。でも美容師の人に、うん、私は伸ばしますって言ったの。だから切りたいって言ったら止めてください。あー、なるほどね。この部署を。これよくわかんない。今週末かディズニーなんかまだまだじゃんと思ってたけど結構早いわ。あ、ちょっとめっちゃ聞かせたいけど。え、何？帰りの車で。あ、イエーイ、楽しみにしてる。いつも
も肘出すか出さないか分かんない。うわ、めっちゃ分かる。え、なんかさ、出したらさ、こっち行けないじゃん。いや、出さなかったら可愛いじゃん。あ、ふわっとしてる。高くね。プレプレするじゃん。うん。あ、そういうこと？つけないで。ここら辺からこうやって。やばい。きっとでしょ。無駄に、ここら辺。言ったっけ？言った言った。え、だってサロンパス。そうそう、あ、そう。サロンパスの日。サロンパスの日だから。防水サロンパス。すごかった、マジで。いやー。釣ったもん。ババアだな。やばい、普通。え、でも、半数時間後ぐらいの日は。って何十時間で超回復するのか、筋肉痛の段階みたいなのがあって、うん、1、2、3レベルあるらしい。へぇ、レベル1だとマジでなんかもう感じないぐらいなので。え、感じなくても筋肉痛なのらしいよ。でもなんかもうそれは普通みたいな。2がなんか痛い。あー、いつもの筋肉痛結構痛いみたいな。うん、3が本当にめったにないけど、うん、マジでやばいみたいな。やばいと痛いじゃん。もう一回本当にやばいね。え、じゃあそれエリス3だったってこと？うん、2と3だ。1だとなんか普通にまあすぐ治るみたいな、うん、しかも別に痛くないから治っても治ってなくてもさ。あ、筋トレした後ってこと？分かんない。レベル2だと36時間から48時間。ああ、そうだって。へえ、なくなるのが 2.5 からさ、いいの。で、レベル3だと2週間くらいかかるかもしれない。やばくない？え、それ筋肉さ、壊れてる。体重みたいな人がなるのか。あー、そうなんだ。してみたくない？え、あれさ、え、筋肉にさ、ニンニク入れるの？え、わかんない。なんか、意味がわかんないんだけど。でもわかんないけどやってみたい。え、ニンニクのペーストを体に入れ込む？え、それは臭い。え、だって腐っちゃうじゃん。それはやばい。え、でもなんか、ニンニク注射じゃん。なんか、わかんない。え？え、ニンニクの成分を入れて、スタミナアップみたいな。全然わかんない。何何何何途中でそんなやめられたら気になるじゃん。あの人フォローした、ユウカソング。うわ、めっちゃいいよね。いい。え、てかストーリーがちょくちょくいい。歌ってる。ライブ行こうと思ったんだけど。あ、その人の？